委員長。後藤田正純君。現場大臣ご無沙汰しております。財務金融委員会では委員長、そして私理事の立場で、私も海江田さん、石田さん、委員長さんをですね、お支えをしてきた立場でございまして、改めてお会いできて光栄でございます。まず最初にですね、ちょっとお伺いしたいのは、最近、いろんな事件をですね、民主党さん、政府内、また与党内で引き起こしてくださるんで、それを一つ一つお伺いしなきゃいけない、申し訳ございませんが、まずこの外務委員会でも議論をし、そして昨日ですね、原子力の協定の問題でございますが、我々野党としてもですね、もちろん被災地の検証の問題、大臣も選挙区でございますが、そういうことも含めた上でやらなきゃいけない、輸出も含めて成長戦略とは、その前にですね、検証が必要だという意見もございました。しかしながら我々はそれはもちろんしっかりやる中でですね、高度な検証をした上で、それを逆にまた成長に生かしていこうという判断のもとにですね、賛成をしたわけでございますが、御党の方で逆に造反をされた。やはり法律を出してくるときには、我が自民党のときもですね、もうけんけんがくがく、踊れすどれ表出ろ、灰皿が飛んだような、そんな我々部会を調整した上でですね、国会に出すときには一糸乱れる、そういったことでやってまいりましたが、今回非常に与党のお出しになられた、また閣法として出されたですね、ことについて与党からたくさんの造反が出たことに大変我々も驚いておりますしですね、不思議に思っております。そのことについてまず大臣ご見解をお聞かせください。現場大臣。まずは冒頭初めての質疑でございますので、後藤田委員とはおっしゃる通り、財務金融委員会でもご一緒させていただいて、またその他の場面でもですね、ご一緒させていただく機会が何度もございました。この間、こういう言い方が適切かどうかということはありますけれども、ポピュリズムにあがなうというかですね、決してその単純にですね、世論に迎合せずに、本当に必要なことはお互いにやっていこうという立場を私は共有しているというふうに思っておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。でただいまのご指摘に対しましては、真摯に受け止めたいというふうに思います。おっしゃるように、政府が出した提案条約について、与党そして民主党の中で、全員賛成じゃなかったという結果に対してですね、やはり真摯に受け止めなければならないのではないかというふうに考えております。後藤田正純君。もちろん被災地出身のですね、与党議員さんの気持ちも、私もわからないではないんですが、これからですね、消費税の問題、また TPP の問題、さまざまございましてですね、こういうことを考えると、今お聞き及ぶ中ではなかなか与党内での取りまとめが、おせっかいかもしれませんがですね、困難なようでございますが、はっきり言えばもう一回その政策でですね、党を分割してですね、多党制で連立っていうような考え方も含めてですね、我が党も同じ部分も、同じとは言いませんがね、そういった点もなきにしもあらずでありますが、私はやっぱり中選挙区制というもののですね、いわゆる弊害、同じ党でありながら戦う政党政治というのは、それはおかしいでないかということで小選挙区になり、そしてまたそれが政権交代を生んだわけでございます。これはこれでいいことだったと思うんですが、やはりこれからもう一度ですね、その過渡期としてですね、その政策でしっかりもう党を整理した方がいいんじゃないかなと思いますが、
まあ、おそらく野田大臣の後には総理、あ、野田総理の後には総理候補になられるであろう現場大臣に、今後そのやっぱりその政党政治と政策のあり方について政治家としてご見解をいただけませんでしょうか。現場外務大臣。まあ、あのこの外務大臣という立場でですね、しかも現職の閣僚という立場でですね、どこまで、今のご質問に対して、お答えできるかということに対して、極めて限界がございます、特にこういう委員会の場でですね、発言をどこまでできるかということだろうと思います。ただ一般論で言えばですね、やはり、政策を中心に政党というものが形成をされていく、そのことが極めて大切だし、ただ日本人全体がですね、多様化をそもそもしている中で、その多様化している民意というものをそれぞれの政党が、まあ、先ほど私真摯に受け止めると申し上げましたけれども、それぞれの政党の中で、相当の議論を戦わせてまとめていくプロセスというものがやはり大切なんだろうというふうに思います。これは民主党だって自民党だって、特に自民党は古い歴史を持っててですね、本当にその大変な議論を重ねてきた経緯あると思います。でも今も民主党まさにそういう過渡期にあるというふうに思ってまして、まあ、いずれにしてもそれぞれの政党がですね、そういう鍛錬をですね、しっかり次の時代に向けて、まずはしていくということが大切ではないかというふうに思います。後藤田正純君。ありがとうございます。財務委員会時代は私は野田財務大臣に7回質問したんですが、必ず杓子定規な話でしたが、現場さんいつもね、ただしと踏み込んでいただくんで、大変政治家としての議論ができてありがたく思っています。もう一つお伺いしたいのはですね、これも、まあ、ニュースというか、まあ、事件でございますが、現場大臣がご苦労されて野田総理とですね、中国の国家主席はじめとする方々との、まあ、段取りをされたと思うんですけれども、まあ、そもそもこれ、まあ、いろんな憶測によりますとですね、まあ、12、13の日程というのは、まあ、もちろんいろんな意味がある。中国側からすればですね、13日というのは日中戦争時の南京占領した日に当たるとかですね、こういった話があったり、また一方で TPP を推し進めるという中で、これは一つには中国包囲網 とのですね、誤解もですね、また見解も中国にあろうかと思うんですが、このことでせっかく来年はですね、確か日中国交正常化40周年でございますかね、72年から考えればですね、そういった時のいろんなご準備も外務大臣されてきたと思いますが、なぜこのような顛末になったのか教えていただけると。現場大臣。まずもともとですね、日程がですね、完全に固まって、正式に発表しているという段階ではなかったということがまず大前提で、ございます。で、それは大前提でございます。正式に発表はしておりません。で、その上でですね、中国側の事情もこれありですね、まあ、今回いずれにしても日程を再調整しようということになったわけでございます。で、一言で言うと、私自身も訪中をいたしました。まあ、地ならしはできたというふうに思っておりますけれども、日中双方ともですね、良い雰囲気の中で今回の野田総理の訪中を実現をさせたいというふうに考えておりまして、年内に実現すべく再調整をしているところでございます。後藤田正純君。
できるだけですね、今先ほど申し上げたように来年は非常に記念すべき年だと思いますしですね、そもそもこれ13日というのは歴史的なことが分かっていたんであれば、このような形で進めること自体がおかしかったのかなと。これ外務省、大臣というよりは事務方の方で、どうしてこのような形になったのかということで非常に疑問を感じざるを得ません。私も昨年の秋ごちにですね、超党派で中国にお邪魔して東華線さんに当時スマップを呼んだらどうだっていうのを逆に我々で提案して、それから今年のですね、いろんなスマップの中国の上映ができたというふうに我々もありがたく思っておりますけれども、来年はやっぱり相当なですね、いろんな官民交流、こういうことをですねしっかり、やっていただきたいと、そのように思っているところでございます。もう一つですね、申し上げると市川大臣の問題、これも我々またかということで、昨日も自分は本来のいわゆる責任を問われる致命的なミスをしてないと、このようなことをですね発言をされ、野田総理も擁護されているわけでございますが、まさしく昨日致命的な発言をしてしまったと私は思っておるんですね。であれだけの沖縄県民の怒り、県議会議長の涙の訴え、また中山知事の明らかにですね、もう途中で階段をちぎる憤り、そしてまた市町村長のですね怒りの声を聞く中で致命的でないということをご本人がおっしゃっているんですが、現場大臣はどうお考えでございますか。現場外務大臣。これはですね、やや紋切り型で申し訳ございませんけれども、私は今置かれている沖縄の状況というものをもう一度踏まえながらですね、一つ一つ信頼関係を築いていきたいと思ってます。でこの間も一つ一つ信頼関係を築こうということで、地位協定の運用改善をはじめですね、改めて沖縄の歴史の重みを感じよう、自ら感じたいという思いで、さまざまな場所を訪ねたりですね、知事とも公式非公式に、この短い期間ながら数多くですね、意見交換をさせていただいてたところで、ございます。したがって、今置かれた状況は置かれた状況として所与のもので、あるというふうに私自身認識をして、一つ一つまた積み重ねをしていこうというふうに考えているだけで、ございますので、その点はですね、ご理解をいただければというふうに思います。議長。後藤田正純君。現場大臣らしくない答弁でございます。もう一つ伺いますがですね、沖縄前防衛局長のですね、オフレコと言いつつもですね、ような本当に言語道断な発言をされました。これについて更迭という判断をされましたが、これについては適切であり当然であるとお思いですか。現場大臣。これも私が申し上げる立場にあるかどうかというのがそもそもございます。ただ私は言語道断の発言をした以上はですね、処分が必要であるというふうに、やや一見かもしれませんけれども、そう思うというのは率直なところでございます。後藤田正純君。今沖縄防衛局長いわゆる役人のですね発言に対して言語道断でまた処分が必要だということですが、市川大臣も恩の発言でですね、いわゆる沖縄県民の気持ちを踏みにじるですね発言を恩でされてるんです。これについては局長とは違うお仲間意識で
同情されるんですか。そこの違い